前方敵を撃破。構成反応活動停止。なんとかなったな。ラーカスの村へ行くには森を抜けなくてはならん。あまりゆっくりしている暇はないよ。構成反応なし。何者かがいるぞ。下がったろ。切り返す。いるぞ。安全は確保された。確かもうちょっと東に行ったところにあったはずだな。まず兄貴と話していいか。兄貴、聞こえるか。レイ、降りてきたポッドには誰かいたのか。積み荷だった。イーダスが落ちる直前、エレナが脱出させた。エレナが？まさか。俺は艦長として乗組員の無事を最後まで信じなきゃならない。そうだろう。ああ、俺はクロエを探しに行く。昨日の二人と行動することになった。信用できるのか。現地人の案内は貴重だ。そうでなくても話せば分かる人間で俺を助けてくれた。それで十分だ。分かった。俺もできるだけ早く救助に向かえるようにする。親父にも心配すんなって言っておいてくれ。親父じゃなくて俺に救助要請したこと拗ねてたぞ。めんどくせえ。なあレイ、一緒に行く二人と少し話させてもらえるか。なあ、二人とも兄貴が話したいらしい。な、何？何でしょうか。ああ、昨日はこちらも動揺して失礼なことを言った。顔が見えない状況ですまないが、改めて自己紹介させてもらう。アントニオ・ローレンス、そこにいるレイモンドの兄だ。アントニオ様、私はレティシア・オーシリアスと申します。一緒にいるのが、アベラルド・ベルグホルムだ。レティシアさん、アベラルドさん、お二人にとって弟は怪しさ満点だろう。だがどうか弟の力になってやってほしい。俺たちローレンスファミリーは歴史ある商人だ。受けた恩には必ず報いる。ご安心ください。弟さんの旅の安全は我々が必ずお守りいたします。感謝する。レイ、お二人に迷惑かけるんじゃないぞ。それじゃあ行ってこい、オーバー。愛されてるのですね。いつまでも子供扱いが抜けないだけだ。さ、いい加減ベッドで横になりたい。出発しようぜ。ええ、行きましょうか。さ、村へ向かおうぜ。ええ。ラーカスの村は南の方だ。警戒態勢を。構成反応発動停止。行け。よし。約束を果たすまで死ぬわけにはいかん。
ラッキラッキー。どう？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 ラッキー。停止。構成反応活動停止。前方の構成反応を検知。木が多くて視界が狭くなるな。なあ、道合ってるか？はい、こっちで合ってますよ。森には地球が多い。気を緩めるなよ。結果は必要度、手。ラッキー。しゃあねえな。このまま南に進めば森を出られる。よかった。あと少しで村かしら。いえ、ラーカス地方を通りますので、まだかかるかと。ラーカス地方に入ったな。おい、南へ進むぞ。ああ、行こう。木が茂ってないだけ進みやすいな。
ここはだいぶ歩きやすい。いけるぞ。こっちだ。エネルギー残量不足。活動停止。警戒態勢を。制圧する。構成反応なし。対象を発見。ラッキー。姫、西側にあるのがラーカスの村です。西ね、分かったわ。ふう、村に着いたらゆっくり休みたいぜ。分かったから貴様はおとなしくついてこい。何者かがいる。警告、エネルギー残量不足。構成反応、活動停止。視力低下。ラーカスの村がだいぶ近づいてきましたね。やっと着いたか。こいつ隠した方がいいんじゃないか。目立つだろう。多分大丈夫です。美術師のオーブと似てませんか。ほら、あんな風に。美術師か。なるほどな。さあ、もうクタクタです。早く宿に入って休みましょう。ここだな。邪魔するぜ。いらっしゃいませ。旅の方ですか。どうぞごゆっくりおくつろぎください。やっぱり人間、ちゃんとした料理を食ってこそだな。それで
何から話す？レイはどこから来たというのです？今までで一番わけわかんねえこと言うからな。俺は空の向こう側からこの星に来た。空の向こう？この星？山の向こうに別の町や村があって、川や海の向こうには別の陸地があるだろ。そして空の向こうにはこことは別の世界がある。星の世界？どの星ですか？落ち着けって。とても人の目には見えない星だ。あまりにも高等無形すぎる。本当ならこの星の人間が何百年もかけて理解していく話だからな。俺は星と星を行き来する運送業をやってて、デュマはその積み荷だった。俺の船イーダスがよその星の軍艦に落とされて、この星に避難してくることになった。俺が探してるのはそのイーダスのクロエってクルーだ。見知らぬ土地で仲間とはぐれたのなら心配ではないのか？クロエは妙に勘が鋭い上に語学オタクでな、案外しぶとくやってると信じてる。さ、今度はそっちの番だ。一国のお姫様が音もたった一人だけ連れて、なんでお忍びの旅なんかしてる？私たちの目的も人探しです。メドゥームの遺跡にはその方の目撃情報があったのです。我々がクロエさんの捜索に協力する代わりに、レイにはその方をお連れするのにご協力いただきたいんです。俺みたいなよそ者が何か役に立てるのか？気難しい方なのだ。王家の権威より貴様の存在の方がきっと興味を引くだろう。なるほど、厄介そうだ。私たちが探している方の名はミダス・フレグリード様。かつてオーシリアス王国の三賢者と呼ばれた最高峰の理術師です。最高峰の理術師を探す旅か。ま、闇雲に探したってクロエが見つかるとも思えないしな。お前どう思う？疲れてるはずなのに目が冴えてる。少し散歩でもするか。おや、私と勝負がしたいのかい？いいよ、来な。手取り足取り教えてやろう。寝つけねえのか？考え事をしているだけだ。貴様と一緒にするな。旅の仲間だろ、あんまりつかかんなよ。誰が仲間だ？そうそう、夜遅いんだから大声出すな。お忍びなんだろ？貴様に限らず、姫は誰にでもお声をかけられる。親しみのある王族といえば聞こえはいいが、気安さは頼りなさの裏返しだという者もいる。お前一人が気を張ってたって人の性格は変わらないだろう。私以外にいさめる者がいないのが問題なんだ。気苦労が絶えないな。せめて早く休めよ。姫が寝つけないとおっしゃって散歩に出られているのだ。何かあったらすぐに駆けつけられるようにせねばならん。そうか、お疲れ。これも従者の務めだ。邪魔をするな。貴様も下手にうろつかず、さっさと寝ろ。はいはい、たぐ、そんな邪険にしなくてもいいのによ。まったく、
姫はどちらに行かれたのか。対象を発見。ラッキー。対象を発見。対象を発見。対象を発見。ラッキー。と、よっ。ラッキー。どうしました？寝つけないのですか？ああ、ちょっとな。眠くなるまで散歩をしていたんだ。申し訳ありません。無理に我々の事情に巻き込んでしまって。協力するって決めたのは俺だ。今後俺一人じゃ飯も宿もどうにもならないからな。そっちも遠慮なく頼ってくれよ。ならそうさせてもらいますね。そうそう、不景気な顔してんのはアベラルド一人で十分だ。私を心配してくれているからなんです。悪く思わないであげてください。わかってるよ。いろいろ事情があったんだろ。気苦労も多そうだし、あんな顔になるのもわかる。聞かないのですか、そのいろいろを。ここは王国で、アベラルドはずっと帝国を警戒してた。そんな王国のお姫様がお忍びでザイヤの賢人探し。大筋は想像できる。お互い大変な道行きだ。せめて楽しく旅しようぜ、お姫さん。それなら一つお願いをしてもいいですか？なんだ？あんたとかお姫さんって呼ばないで。私のことは名前で呼んでください。またアベラルドが怒りそうなこと。お忍びの旅ですから、その方が私楽しい旅ができます。いいですね、レイ。了解。話したら少し気が楽になりました。戻って眠ろうと思います。レイも早く休んでくださいね。ああ、おやすみ、レティシア。はい、おやすみなさい、レイ。さてと、宿に戻るか。そういや、武器このまま使っていいのか？ええ、差し上げます。村にもお店がありますから、明日見てみましょう。そうだな、準備は万端にしないとな。
ようやく眠れそうだ。宿に戻るか。まだ休まないんですか、レイ。まだ少し慣れませんね。俺と勝負がしたいんだね。後悔しても知らないよ。邪魔するぜ。久しぶりに手足伸ばして寝られる。改めてよろしく頼むぜ、レティシア、アベラルド。おはようございます、レイ。今日はどこに行くんだったっけか。ここからさらに南にディベルという鉱山街がある。まずはそこだ。そうか。久しぶりにまともなベッドで寝たから頭がまだ目覚めきってない。寝ぼけてモンスターにやられても助けんぞ。こんな硬い中じゃ。さあ、二人とも出発しましょう。ディベルの町はここから遠いのか。ああ、この先のディベル地方は広大だからな。旅慣れた者でもちょっとした距離だ。歩く以外の移動手段はないのか。私たちにはデュマちゃんがいるじゃないですか。さあ、南へ向かいますよ。対象を発見。ラッキー。とりあえずディベル地方へ向かいましょう。ここからは南の方角ですね。了解。はあ、まだ眠い。剣の扱いに慣れてきたようですね。最初はぎこちなさがあるように感じましたが。そうか。自分ではあんまり違いが分かんないけどな。この調子でよろしくお願いします。頼りにしていますね。ま、やれる範囲でな。
と敵を隠れて遅れを取るなよ。強くなれたかしら。強制反小型生体反応を検知。先に言っておくぞ、このまま南へ向かえ。なんで俺が方角を聞くって分かったんだよ。貴様の顔に書いてあるから言っただけだ。いい子だ。活動停止。もしかしてこの先がディベル地方か。私から離れないでください。ようやくリベル地方に着いたようです。結構時間かかったわね。まあ無理せず進もうぜ。
リベルの町は南西方向にあります。まずはまっすぐ南へ向かいましょう。構成反応、活動停止。腕が構成反応、活動停止。少しは強くなれたかしら。死ぬわけにはいかん。足元にお気をつけください。これぐらい大丈夫よ。まったく心配性ね。姫は目を離すとすぐ無茶をしますので、私が注意していないと。アベラルド、子供扱いはやめて。警戒態勢を。あなたらも俺が行く。自動停止。戦闘に備えてください。ご心配なく。構成反応、活動停止。なんかとなったな。前方に構成反応を検知。そうか、ありがとな。我々の足手まといにはなるなよ。はいはい、分かってるよ。気を抜くなよ、行け。構成反応、発動。警告、エネルギー残量不足。この生存率低下。攻防一体。攻撃反応には程遠い。発動停止。
対象を発見。対象を発見。ラッキー。対象を発見。意識の高まりを確認。システムアップデート。
しゃあねえな。下がってろ。俺が行け。あそこがディベルの町だな。リベルは国内最大の産出量を誇る広大な鉱山街だ。迷子になっても探してやらんぞ。はいはい。それでこの後は？明日の朝一番でこの町の瀬良理術師を訪ねます。瀬良理術師？怪我や病の治療にあたる理術師の中でも数少ない医療の専門家です。そいつがミダスってやつの居場所を知ってるかもってことだな。ええ、そうなのですが。ん？いえ、何でもありません。今日のところは宿で休みましょう。対象を発見。あなた、そう。ラッキー。忘れてたよ、ごめん。対象を発見。
いや、平気です。お怪我は。大丈夫です。旅の方ですか？もし具合が悪くなったら、セリオ院にかかってくださいね。リベルには腕のいいセレオリ術師の先生がいますから。それじゃ。何だったんだ。お前の顔色が悪く見えたんじゃないか。いつも難しい顔してるから。ああ、姫と貴様が私を振り回すからな。疲れが取れる暇もない。なあ、アベラルドがまた嫌味言うんだが。レイがからかうから私にも飛び火したんですよ。知りません。ラッキー。対象を発見。ラッキー。邪魔するぜ。対象を発見。ラッキLucky!